そっか、レンカも宿題出さなければいけないんだ。どうしようかな。次のあの配信メンバーが決まってないんですけど、なんかいい宿題ありますかね。レンカの好きなところ3つ ?3 つはちょっと難しいと思う。そんなにないんじゃない。1つにしようかな。恥ずかしいね。愛の告白、何個でもあるよってないよ。46個、だいぶきついぜ。1個にするね、じゃあ。オッケー、書いた書いた。レンカの好きなところを1つお願いします。すいません。へへへ、恥ずかしいね。なんて言われるんだろう。まず前回のメンバーレンカからの宿題をしたいと思います。これだ。レンカの好きなところを1つお願いします、てんてんてん丸。レンカの好きなところは、まずよく笑うところ。よく楽屋とかでもわっはっはって明るく笑ってるのを見て、なんかほっとし安心する。あとなんかすごいチビとかめっちゃ結構年下なんやけど、すごいチビとか言ってくるところも割と好きです。それ M みたいになってくるけど、でもうん好きだよ、レンカ。うんね、レンカの笑い声いいよね。笑顔もかわいい。ね、そう、なんか意外とさ、こうやってズバズバいじられるの好きかも。ん?じゃあ、レンカから言われると、そう、レンカから言われるとね、うん、そういうところも好きです。うん。